祝再開脱出。今日は宴会です。たくさん飲みます。ではまた。浜尾大志と申します。本日は再開脱出でございます。いやね、今日は語りたいことがたくさんあります。新庄政権初の再開脱出ということで、もうね、1時間くらいの動画になってるじゃないかな。もうね、最高です。野球楽しい。今日はね、みんながヒーローですね。まあ、マジでハイボールとか飲み始めたら一生止まんないと思うんですけど、まあ、動画早く出したいんで、まあ、ある程度我慢して出していきたいと思います。いや、これマジ優勝あるな。アジェンダとしては、五十幡はチーター定期、アルカン TV エブリデイ、古川&坂の働きがめちゃくちゃでかい、野村&万波躍動、正義執行、メンバーシップのコメント抜粋でございます。多いな。では本日も語っていく。当チャンネルはハムショーチャンネルを応援しております。目指せ10万人。はい、まずは五十幡はチーター定義ですね。私別の動画でも言ってるんですけど、ある能力が一定以上を超えるとチートになっちゃうんですよね。まあ、ゲームバランスが壊れると。それが佐々木朗希選手のまっすぐとかね、フォークとか村上選手のパワーとかなんですけれども、五十幡選手の足もね、実はチート級なんじゃないかと思っていて、彼の場合出塁すると相手投手にかけるプレッシャーが半端ないし、ちょっとのミスですぐ盗塁するし、まあ、何ならなくても盗塁するし、でワンヒットで帰ってこれるっていうね、走力に関しては文字通りチート級だなというふうに思っています。そしてそんなチート級の走力を持つ五十幡選手が今日3安打ということで、いやー恐ろしいっすね。新庄監督が当初思い描いてたように1番センターとして躍動し始めました。怪我さえなければこれくらいできる選手なのかっていうのをね、改めて感じます。本日もいい場面で決めた盗塁が最後勝ち越しにつながるプレーとなりました。今後も五十幡選手1番2番入ってくると思うんですけど、ファイターズまた一つ固まったなというか、清宮、野村、万波、ここを崩さずに松本剛、そして五十幡選手、この辺りで上位を形成できるんで、一歩また一歩と強いチームの礎に近づいてるんじゃないかなというふうに思いますね。で、猫科の俊足動物チーターにかけて、五十幡選手のことはこれから皆さんチーターと呼びましょう。はい、言い出したのは当チャンネルです。お次、アルカン TVEveryday でございますね。いや、本当に素晴らしい。毎日打ちます、アルカン TV。で、本日セカンドについて、まあ、実はまずいプレーがあったと。はい。まあ、まずいって、まあ、早期ちょっとそれって、ランナーの生還を許してしまったっていう場面で、皆さん思ったと思うんですよ。ヤチさんだったらと。まあ、それは正直、致し方ないですね。というのも、ヤチさんを入れずにね、セカンドアルカンタラってオーダーにしてる時点で、まあ、1点2点はしょうがないよと。それより多く点を取れば勝てるんだから、っていうね、メッセージだと思うんですよ。だから、まあ、正直ね、攻撃型のオーダーにした際に多少のエラーとかミスで1点2点失うということはもういちいち気にしなくていいと思いますね。まあ、そういうオーダー、そういう狙いだからある程度しょうがないと割り切っていいんじゃないかなというふうに思います。実際みんな割り切っていたかなと思いますね。そんなアルカン TV、 本日3安打うち2本ツーベースということで、まあ、私の言った通り、はい、先見の明がある私の言った通り、アルカン TV 本日も活躍しております。ファイターズのキーマンになると思いますね。アルカンは2番でも6番でも活躍できるのがいいですよね。お次、古川と細川の働きがめちゃくちゃでかい、ここなんですけれども、7回裏ですね、2点ビハインドの場面でマルティネス選手が先頭をツーベース打ったんですね。で、その後進塁打でワンアウト三塁という形を作りました。で、ランナーはダイソーの細川選手、そしてバッターは今季初打席の古川選手が代打で使われました。で、2点差の7回なんで、ここで1点詰めるか詰めないかでめちゃくちゃ展開変わるんですよ。というのも、同じビハインドでも2点差だと五十幡選手をね、最大限発揮できないんですよ。五十幡選手が走ってチャンス作っても最悪1点だけで済むと。でも1点差の五十幡選手、このプレッシャーをね、相手にかけたかったんですよ。だから7回裏1点返すことが超重要という場面で古川選手が大体で送られたんですよね。で、監督としては一つだけですよね、とにかく返してくれ三塁ランナーをという場面で、まあ、浅いフライではありますがきっちりとレフト方向に打ち上げました。で、そのフライね、本当だったら走らないかもしれないけど、まあ、そこはもうダイソーで出されてる細川選手ね、入団の時に武器は足ですと言っていたくらいなんで、もうその俊足で俺がここにいる理由はこれだけだとね、それぐらいの思いを持ってタッチアップ走りました。で、レフトの送球次第ではってところではあったんですけど、無事に生還して、もうここはね、結果だけが全てなんで、で、1点差に詰めました。で、この後8回裏にね、4点取るんですけど、この1点がなかったら正直負けてました。それぐらい重要な1点。その後のね、五十幡選手の出塁、盗塁のプレッシャーをより強くかけられたと思うので、でかかったですね、この働きは。
ファイターズファンの友達が欲しい、家で試合観戦しながらみんなで語り合いたい、そんなあなたにハムファンの語り場をご用意しています。専用ディスコードサーバーでは私はもちろんメンバー同士で交流ができます。その他にも週1本の限定動画など特典も用意しています。費用は1日約17円、加入方法は概要欄をチェック。では動画本編へどうぞ。お次、宮内初勝利。本日はね、ビハインドということで、まあ、1点差ではあるんですけれども、8回、宮内選手がマウンドに上がりました。まあ、とはいえ、宮西、ロドリゲス、玉井、このあたりは使いすぎてるんで、さすがに休ませたかったというのもあります。ただね、ビハインドリリーフ、ファイターズは最近あまり出てなかったので、宮内、堀川のあたりはね、ちょっとドキドキしていたかなというふうに思うんですけれども、この難しい場面、ルーキー、なんとか抑えましたね。正直、去年のファイターズだったら、セットアップに回れるような、クオリティのピッチングです。今年27歳ね、遅咲きのルーキーでございますが、ドラフト6位、ね、美味しい買い物したんじゃないですか、ファイターズ。まあ、ともかく前回ね、初勝利がつかなかったんで、それを今回自分の手でしっかりと掴み取った、文句なしの初勝利でございます。宮内投手、おめでとうございます。お次、野村&万波躍動。まあ、これに関してはね、私実はね、ツイートしたんですよ。ツイート、もうワンチャンスどこであるはず、同じように野村万波がキーマンなりそう、次はやり返せとね。一回ね、野村万波にチャンスが回ってきて打てなかったということがあったんですけれども、ファイターズさすがにね、7、8、9回でもう一回チャンス来るだろうと。でそのチャンスにはほぼ必ず多分イソバッタ、アルカンタラ、松郷で作ると思うんで、野村万波に回ってくんなって思ったんですよ。なんで、まあ、こういうこと言ったんですけど、マジでね、はい、バッチリと当たりました。でしかもこの野村選手、万波選手がちゃんと結果を出す、悔しい思いをした2人がきっちりと繋いで万波が決めて、本当改めて末恐ろしいミレニアム世代でございますな。ここに清宮選手が戻ってきてるとね、ファイターズもロマンあふれるスーパークリーンアップが完成するんですけれども、しばらく待ちましょう。いやー、気持ちいいな。お次、正義執行でございますね。田中正義投手ね、本日も守護神として登板しまして、フライ3つで片付けました。前回ね、こう打ち込まれて悔しい敗戦だったんですけれども、4.21 ね。でも今日は3点差あるし、気持ちを切り替えた田中正義ということで、まあ、あんまり心配はしてなかったですね。ですっごい勢いのある球をバシバシってよりは、結構冷静に変化球を交えてっていうピッチングだったなというふうに思います。正義投手、登板ごとにね、成長してるなという感じを受けるので、まあ、今後守護神としてどんどんセーブ数積み上げてほしいっすね。楽しみですね。怪我だけはしないでください。最後にメンバーシップのコメント抜粋でございます。本日もね、メンバーシップ盛り上がっておりましたね、試合実況。コメントいくつか抜粋して簡単に私もコメント入れていきます。はい、私のピックアップ選手ということで、今日ね、5月5日子供の日にちなんでいろんなイベントがあったんですけれども、まあ、選手たちも登場力書いてたんですけれども、5にちなんだピックアップ選手をね、おしゃれに入れてきましたね。で、しかもみんな活躍したっていうね、すごいね。お客さん入るとより一層いい球場に見えますね。いや、ほんとそうですね。負けてる時はね、あんまり入ってこないんですけれども、最近ね、勝ち試合が増えてきて、エスコンに行く人も増えてきて、やっぱりファイターズがいい試合をするとね、当然見に行きますよね。今後も応援の声もより大きくなってくると思うので、エスコンフィールドの真の姿がね、見れるんじゃないかなというふうに思いますね。子供たちがフィールドレベルに降りてますね。いや、よかったですね。お子さんたちもね、今日いい試合見れたなというふうに思います。西武ドームでバイトしてるときね、こういうイベント系楽しかったな。山崎剛、ロッテ戦から絶好調ですね。出ましたね。ファイターズ戦でも猛威を振るっていた山崎選手、ね、攻守、特に守の方でね、振るってたんですけど、今日はね、バッティングも良かったっすね。うん。粘り強いし、もう一番厄介なバッターだなというふうに思いました。いや、本当に楽天は、いい打者が出てきますね。いい野手か。うん、守備も含めてね。今の日ハム9、頼もしすぎるでしょう。ほんとね、頼もしいですね。多少の点差だったら、ワンチャンスで逆転してくれるというね、安心感がありますね。いや、ほんとに嬉しい。やっぱり強いチーム、強いファイターズを応援してるのが楽しいですね。うん。とお話ししていきましたが、もう本当に最近のファイターズ強くてとっても楽しい。2016年、あの時がね、めちゃくちゃ楽しかったんですよね。毎日、他の球団の結果見てさ、一喜一憂してさ、そんな緊迫した中で、大谷が打ったり、陽がファインプレーしたりね、中田翔がここ一番で打ったりとか、やっぱり競ってる中で初めてドラマって生まれてくると思うんですよね。で、しばらく B クラス続いてたりとか、まあ優勝とはかけ離れていて、どうもね、そういう楽しさっていうのがなかったなって思うんですよ。まあもちろんファイターズ好きだから、野球見るのは楽しいんだけど、でもなんか久しぶりに思い出しましたね。まあまだまだね、優勝からは遠いけど、それでも一歩一歩、まずは最下位脱出ということで、こうファイターズがバカにされていてね、ポジポジするファンは宝物と言われ、肩身が狭かった人も多いでしょう。でもひとまず、まずは1個、結果が出ましたので、選手としても乗ってくるだろうし、ファンとしてもね、より胸を張って応援していけると思います。どんどんね、ポジティブに応援する人をバカにする人はね、減ってくると思うんで、安心してポジポジなコメントしてください。というわけで、今後もファイターズに関する動画出していきますので、ぜひともね、チャンネル登録もお願いします。またメンバーシップもやっておりますので、日ハムファンの友達が欲しい方はぜひともご参加ください。ではまた。